スタートしました。中から日報スワロー好スタートを切りました。さあその後一戦でありますが、カスケード外から出てまいります。連れて上がってくるスズパレード、シンボリルドルフ、さらにオーストからは力サンパワーといきました。スタンド前1周目先行争い、その後備前錦でありますが、後方から4頭目、先頭までは8馬身の位置、外に回って今徐々に上がっていきます。第1コーナーのカーブに入りますが、日報スワロー内立ちいっぱいに先頭で2馬身のリード、2番手には外からスズパレード、力サンパワーがその外3番手か、内にカスケード3番手合わせます。その後2馬身差、内に美穂の勝ち時、その外にシンボリルドルフ、並んで5番手の争いであります。その後7番手の位置には外を回りましてベルレンケル上がってまいりました。連れて備前錦がその外に合わせます。あるいは内をついた建設エース、この辺り混戦の中断であります。さあその後2馬身下がりましてコンラートシンボリ、吉勝イリア、さらにはその外を回りまして狭間ゴールド、おしまいから2番手の位置は長谷光、最高峰初のアモイです。向こう上面今 1000m の標識を通過しましたが、1分2秒台でしょうか。果敢に飛ばしていきます日報スワロー、リードがまたちょっと開きまして4馬身のリード、2番手争いはスズパレード、力サンパワー並んでいます。そしてその後でありますが、カスケード、シンボリルドルフ、美穂の勝ち時がちょうど間、その後に備前錦、先頭までは7馬身の位置で3コーナーのカーブに入ります。さあその後の馬群が切れました。4馬身ほど空きまして吉勝入谷、建設エース、狭間ゴールド、そしてその直後につけましたのがコンラートシンボリの体勢、初のアモイがオーストを回って上がっていきます。早くも4コーナーのカーブに入りました。日報スワローのリードはほとんどなくなって、外に広がってきたのはスズパレード、そしてもう1頭力サンパワー、シンボリルドルフ、その外に備前錦、大外を回りました。さあ直線を向いた、内いっぱいを回っている日報スワローか、そしてスズパレード、シンボリルドルフ来た、シンボリルドルフ来た、200を来て坂を上がってくる。その後備前錦現在4番手だが2番手争いの一戦、今度は内にコースを立て直して追ってくる。さあ先頭はシンボリルドルフ、シンボリルドルフ強い強い、リードが2馬身、懸命に追う備前は 2着、先頭シンボリルドルフ合輪、4連勝で重賞制覇、シンボリルドルフが弥生賞制覇であります。備前錦懸命に追いましたが及ばず2着。